はい、皆さんこんにちは、吉田です。もう結構発表から時間が経ったので、もうだんだん熱も冷めてきたかなと思ってる新製品ネタをちょっと久しぶりにお話ししたいなと思ってますけども、それもあれですね、ソニーの α1 ですね。あれが発表された日はまあスペック見ながらすごいなと思ってましたけれども、あれですね、8K30p をここで載せてくるのかっていう感じですよね。っていうことはあれなんでしょうね、 α7S III が出たタイミングで 4K120p が載ってますから、まあ技術的にはほぼほぼ 8K30p もあの頃にはまあボディ内に収まるんだろうなっていう感じにはなってたんでしょうね。なんかそんな感じがしますね。で、まあそんなに頻繁に使うもんでもないしいいかなっていう感じで α1 まで取っといたっていう感じなのかなっていうふうに正直言うと感じました。で、なんか見てると、スチールの方も結局5000万画素になってて、α7R 系列の、まあ、R4 ほどではないけど一応高画素に対応し、で動画も 8K も 4K120p も撮れ、まあそれで連写スピードもありっていうところで、 α7R 系、 S 系と α9 系の性格を全部乗っけたみたいな感じのスペックになってますよね。ほう、そういう感じですかっていうのがまあ正直思ったところです。もうなんというか幕の内弁当みたいな、全部入ってるみたいな。でもお値段が90万ぐらい、いやー90万、全部乗っけて90万っていう感じがしますよね。で、ちょっと前に出てるソニーの FX6 でも、70-80万、プロ用動画機、プロも使える動画機で70-80万で、まあそこに写真の機能を載せてますからっていう話かもしれないですけど、まあちょっと高くなってて約90万。いや、すごいです。すごいとしか言いようがない。まあある意味ここに向けてソニーさん突っ走ってたのかっていう感じはありますよね。で、個人的に欲しいかっていうと、欲しくはないです。まあこれ別の動画で詳しく話は分けたいと思ってるんですけど、どっちかって言えば自分はなんだかんだあれを見てもまだフルサイズミラーレスで言えばニコンの Z7 II が欲しいですね。まあ理由は Z のレンズを使いたいからなんですけど、まあその理由はちょっと別枠でお話ししたいなと。まあでもソニーも魅力的ではあるんですよ。ミノルタ使ってたので、ミノルタの絵は懐かしいし好きなので、まあ、ソニーの G レンズとか、カールツアイスのレンズとか、使いたいので、ソニーの α、E マウントを使う意味がないわけではないんですよ、自分的には。ただ、なんというか、デジタルになって写真を撮るのが、なんかよりなんかタスク的な感じになってるのが、なんか、ソニーのカメラ持ってると、ニコンも割とそういう部分あるんですけど、楽しく撮る感じじゃないというか、そういうあれがちょっとあって、なんか義務感が強いなっていう。やっぱり、スペックでゴリゴリっていう部分も若干あるので、そうなってくるとやっぱりちょっと、一歩踏み出しにくいなっていう。のが個人的な気持ちとしてあります。だからまあソニーはなんだかんで言って α7 シリーズも9も1も使わないかな、当分はって思ってますね。で、
アルファ1でなんというか、もう流れが決定的になったような気がしているのが、スチールの方でも H265 のコーデックを使っていくっていう話。去年、あれですね、EOS1DXM3 かなのあたりでお話ししてることではあると思うんですけど、スチールも、ヒーフを使う感じになってますねっていう。で、これからそういうトレンドになっていくんだろうなと思いますみたいな、そんな雰囲気のお話をしたかなと思うんですけど、まあ実際ソニーさんも乗せてきましたね。ロー JPEG に加えて、HEIFの搭載だから、コーデックは H265 系になってるっていうところ でやっぱりその HDR に対応するみたいなことがなんかちょっと商品の特徴で出てるみたいなので、やっぱりそういう方向かみたいな。静止画でも10ビットの色に対応みたいな、そういうことになってくのかな。だこれで、メジャー3社だと載せてないのがニコンだけですか？うん。そういう、なんというか、まあ大きな流れ。まあこれ多分次にはニコンも載せないといけないのかもしれないですね。次というかその次ぐらいになりそうかな、ニコンは。うん。っていうような印象を持ってます。で、ソニーが、まあ、要するにフラッグシップっていう言い方をしているというか、まあ、なんというか、トップ機としての存在感を、まあ、この α1 で、まあ、出してきた。一応、プロ機的な言い方をあんまりしてないニコンキャノンのフルサイズミラーレスが、まあ、これから、EOS R1 とか Z1 とか、これから出してくるのかもしれないですけど、まあなんというかここには対応しないといけないっていう感じにはなるでしょうね。うん、でただですよ、多分その中で多分ニコンのだけは多分 8K は乗らないような気がするんですけど、うん、わかんないです。乗るかもしれないですけどね。まあ、なんというか、そのミラーレスの、35mm フルサイズミラーレスの、カタログ的な並びとしてのプロ機、トップ機、まあ、フラッグシップっていう言い方なのかもしれないですけど、まあ、そこが、そこの姿というか、まあ、ある部分見えてきたのかなっていう感じがしないでもないですね。はい。というわけで、まあ、ソニーアルファ1、まあ、すごいなーって。まあ、ひたすら、スペック眺めてすごいなーとしか思ってないんですけど、なんとも、もう、買う予約されてる方いらっしゃるんですかね。いやー、なかなかこのお値段、買うって言って踏み切れる額ではあんまりないと思うんで、すごいなって思うんですけど、まあ、ぜひ買われた方はね、もうガシガシ使ってあげて、うん、あとはまあ、アルファ1は熱問題大丈夫みたいな言い方をしてますけど、まあ R5 でやっぱり問題になったように 8K は熱持ちやすそうなので、実際に回したらどんなもんなんのかなとか、そういうとこでしょうね。電池の持ちとかそういう使い勝手に関わる部分、取り回しに関する部分はなんかもう結構ソニーはもう自分たちの中でもう結構ノウハウを溜め込んでる感じなので、もうそういうところは大丈夫でしょうね。 Z バッテリー対応しますとかも言ってますし、なんかうん、そういう意味では結構ここに来て安定感やっぱり出てきたな、ソニーっていう感じがすごくします。前々からですけど、まあ、そのトップというかイメージリーダーっぽいカメラをここで作ったことで、
まあ、あの、ソニー、あれがいいよ、これがいいよっていう部分はあったんですけど、スピードを意識してる α9 もそうですけど、なんかここへ来て、すごく、なんかソニーの、カメラのイメージがカチッとしたという感じはしますね。個人的にしてます。こっちだとあれができる、こっちだとあれができないみたいな、そういうバランスの悪さがある意味これでなくなってるんですよね、結局。っていう意味でですね、なんか、すごくスッキリ感のある機種でした。個人的には。お前のスッキリ感はどうでもいいって話かもしれないですけど、まあ欲しいかっつったらちょっと別ですけどね。だからこのカメラでいいのは α7S3 であった外部の、色温度測定窓とか、そういうのもなんか引き継いでるので、まあ、そういうところも込みでいいなって思いますね。だから総合的に使い勝手はすごく高そうな気がします。まあ、あとはあれですね、動画のその辺の熱問題とか。で、FX6 みたいな、フルサイズの、まあ、カムコーダーももう作り始めてるので、ある意味では、ソニーの動画機能っていうところも踏まえると、アルファがその辺まで含めて、一部分代表しつつあるかもしれないですね。そうなってくると、案外ですね、カムコーダーじゃない方がメリットが大きいユーザーっていうのも、あるわけですよね。だから極論それこそ新聞社のカメラマンとかスチールメインにしてで連写ができてちょっと動画も撮れるであればもう正直言うとこの辺のメリットはものすごくありますよね。でちょっと動画が撮れるレベルじゃないじゃないですか、アルファ1の場合。だまあ、強いて言うなら、これを使って、ハマるお客さん像が見えないっていうのはちょっとあるかなっていう気がします。それが気になるところではありますね。だから、なんて言うんだろうな。写真も撮るし、動画も撮るし、そういう人は、いるんですけど、いるんですけど、そういう人が、90万ですかっていう。なんというか、ちょっと考えちゃうんですよね。誰が使うのっていう。そう、今までのそのニコンキャノンのプロ機であれば、まあ、ほぼあれって新聞社なんですよね。新聞社の人、出版社の人、もしくはそっち系に近いところの、ある程度、なんというか、スピード感を持って撮影しなきゃいけない人っていう人が、ターゲットにはなってたはずなんですけど、これ、なんというか、アルファ1は出たけども、失礼。アルファ1は出たけども、実際のユーザーは、アルファ 7R 系かアルファ 7S 系かアルファ9のどれかに落ち着くっていう話はあるのかもなっていう気もしますね。だからそういう部分はもしかしたらソニーは納得して、上でのこの機種なのかもしれないですね。だからそういう風に見られる、そういう風に買われる。だけど、これだけのことができるよっていうのを一台で表す、代表する何かが必要だった。っていう風に考えると、この α1 はすごく納得感を持って見られるかなっていう気がします。そう、あとすごく思うんですけど、
今までミノルタ時代も含めてアルファの、最高級機種は9だったわけですよ。8700i っていうのがありましたけど、 9XI とかアルファ9000とかアルファ9とか9だったのが、初めてアルファ11になったっていうのは、なんというか個人的にまだしっくりきてません。ミノルタ X1 っていうカメラがあったので、昔ね、すごく昔にミノルタ X1 っていう、一眼レフカメラがあったので、マニュアルフォーカスの時代ですよ。だからまあ1が、トップに来るっていうことはないわけじゃないかもしれないけど、おう、そうかっていう感じが今まだしてます。まだしっくりきてない。はい、まあお前がしっくりくるかどうかなんて関係ないって話ではあるんですけど、しっくりきてない。はい、そういうわけで、という、なんていうかもやもやした感想でした。個人的にはほぼ同時期発売も発売してるのかのエクスペリアプロの方が個人的に興味ありますね。なんていうか、あれは別にアルファじゃなくても、ね、外部モニター、外部 SSD 的に使える機種だから、んで、あれから直でライブ配信が可能ですって言うけど、まあだから逆に言えばパソコン持ってなくてもあれで配信できるっていう意味では、まあすごいですよね。あれは便利だな。ただモバイルの YouTube アプリからだと登録者数の問題があるので、まあ買った人全員ができるわけではないよねっていうのはあるんで、まあパソコンで入り、パソコンモードでブラウザーで入り直せばいいっていう話なのかな。まあでもできなくはないのかわかんないですけど、っていうような感じで、そこが一番気になるというか、エクスペリアプロの方がなんか使い勝手は良さそうですね。外部 SSD、外部メモリーっていうところでいくと、アトモスさんのも今そんなに高くないので、10万円若干切るぐらいの価格で買えるので、そこに対してまあネットワーク積んでるからっていうところでの、20万円台のお値段が、まあどれぐらい、まあその人の使い勝手に合うかですよね。個人的にはでもあれ魅力的だなと思いました。マイクロ SD 入れ替えればストレージとしてもね、どんどん使えるでしょう。そういうのはいいよなって思いました。あとは電池の持ちですかね。はい。という感じです。電池の持ちが良ければ録画してて、延々撮り続けられるみたいな。だそれで配信しようとするとね、通信も使うから大変でしょうけど。でも大変あれは興味深い端末だなっていう感じですね。どっちかっていうと、エクスペリアプロ、他のメーカーのカメラ使ってる人も使えるからね。ありですよね。はい。という感じのことを今思っております。何か、使ってみたいと思わないんだよな、アルファ1。ではこの次にアルファ1の話をすることがあるのかっていう部分はあるかもしれないですけど、細かいね、その機種の話に関して言えば、もう他の方がたくさん動画上げられてるし、買われる方もいらっしゃるんでしょうから、そういう方にね、お話聞いた方が多分いいと思うので、というか、自分もそういう方のお話を聞くと思うんで、まあ、
印象というところです。はい、完全に雑談でしたが、まあよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日はこんなところで失礼します。ありがとうございました。